このヤマトミュージアムで着た赤のスカートなんですが、行きつけのハニーズのお店で買いました。私は店舗で買うとき、ほとんどの服は女性の姿で買いますが、この店だけは男の姿で買います。1回目男の姿でこのスカートを買ったときは恥ずかしかったですね。2回目も同じ店員さんでした。1回目と同じ店員さんだったので話しかけました。このワンピース誰が着るかわかります？彼女さんですか？プレゼントでしたらラッピングしますよ。実は自分なんです。えっ、かなりびっくりしています。これだけびっくりしているということは、男性の姿で女性の洋服を買ったとき、自分のではなく彼女や奥さんに買ってあげていると思われている可能性の方が大きいと思いました。これは思わぬ発見です。変わった趣味なんですが、女性の洋服を着るのが好きなんです。すぐさまいいと思いますよ。さすがにここで変態扱いする店員さんはいないですよね。この時は完全に男の姿でした。私は店員さんに自分のスマホで返信写真を見せました。このスカート、このお店で買ったハニーズのスカートです。そうだ、思い出しました。買ってくださいましたよね。ありがとうございます。その時の表情は半信半疑のような印象を受けました。というのも、やはり男から女への返信レベルがかなり高かったからだと思います。私が顔出しで堂々と動画を公開するのは、まず知り合いにはバレないと確信を持ってるからです。世の一般人 YouTuber の半数は自分の顔出しをするのは嫌だという方が多いですが、私の場合、顔出ししてもまずバレないという理由なのは非常に面白いケースですね。そして後日このお店に行くことに。そうだ、今日はあの店員さんがいるかもしれない。ゆうこで行こう。念入りに返信します。それは店員さんにすぐにバレるかどうか知りたかったからです。曜日と時間が同じならば、あの店員さんがいる可能性が高い。そう思って二度、男でしか会ってない店員さんにゆうこで会いに行きます。しかしその日はいませんでした。せっかく来たので何か言いのないかなと見ていたらありました。可愛いジャンパースカートがありました。あったので即買いです。3回目はこのジャンスカを買いました。ジャンパースカートとワンピースの違いってわかりますか？ジャンパースカートは下に何かトップスを着てから着るもので、スカートの仲間です。基本的にはワンピースは1枚のみで着るものです。ジャンスカは下に着てもきつくない緩めのサイズです。脇の空きなども下着が見えることもないので深く開けたりします。ジャンスカってすごく着やすいですね。やはり上にトップスを着る前提で作られてるからでしょうか。私はまず買うだろうと思う商品しか試着しません。試着してみていい感じですね。だけど丈が長いです。その後ですが、結局このジャンスカは外で着ることは一度もなく部屋着となってしまいました。やはり外出するときは丈が短い方が女の子気分が高まってより楽しいんですよね。ハニーズは10代から20代の女子中学生、女子高生、女子大生を中心に人気ですが、アラサー女性向けのラインも用意されており、子供から大人まで幅広い世代にマッチした3つのブランドを展開しています。実店舗の売り場が広いところが多く、
品揃えが非常に豊富ですよね。スタンダードに可愛いファッションを楽しみたい女の子におすすめです。このお店を知らない女性は逆にいないのではないでしょうか。私はハニーズの3つのブランドの中では一番シネマクラブが多いですね。カジュアルにガーリーをプラスしたような大人ガーリーなコーディネートが可愛らしいブランドです。話は戻りますが、あの店員さんはこの日はいませんでした。そして次にこのお店に行ったのは冬から初夏になった時でした。もちろん時間帯は同じ曜日、同じ時間です。そして店にバッグは大きなリボンがついたもので可愛さアピールです。店内に入ります。あの店員さんいるかな。なんとあの店員さんがいました。これだけびっくりしていただいたらもっと変身頑張ろうって思いますよね。本当に女子への変身は楽しいです。ハニーズって本当に安くて可愛くていいお店ですよね。人気の理由がわかります。それではこの時買ったワンピースでこのお話を締めくくります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただいたら嬉しいです。